次に高梨博士議員に質問を許します高梨博士議員え私は社会民主党市民連合の一員として先に通告した内容に沿って質問をさせていただきます 現在、全国の地方自治体においては、多様化、高度化する行政ニーズに対応するため、任期の定めのない常勤職員のほか、事務の種類や性質に応じて、任期付き職員や臨時、非常勤職員といった多様な任用、勤務形態が存在しています。どの業務にどのような任用、勤務形態の職員を当てるかについては、 基本的に各地方自治体において判断されるものであり、組織において最適と考える任用、勤務形態の人員構成を実現し、効果的な行政サービスの提供を行うことが重要と総務省は通知しています。まあ、このことから、臨時、非常勤等職員については、2014年、総務省により、通勤費用や時間外手当についての適正な取扱い、 任用と任用の間の不適切な空白期間の是正、育児など各種休暇制度の整備、業務研修の実施など、処遇改善につながる通知,を通知を発出いたしましたが、まだまだ、完成ワーキングプアの実態改善には未知半ばの状態が続いており、政府もようやく詳細な実態把握と処遇改善に動き出しているところです。 昨年5月地方自治法および地方公務員法の一部が改正され全国の自治体で働く臨時非常勤等職員の任用根拠が改めて整理され新たな一般職非常勤である会計年度任用職員が新設されました法改正により現に働く臨時非常勤等職員の大多数はこの会計年度任用職員に 位置づけられるることとなるとな思います公務の運営においては、任期の定めのない上級職員を中心とするという原則を前提としつつ、会計年度任用職員制度構築に向け、臨時非常勤等職員の雇用の継続と正規職員との均等待遇を図ることが求められています。総務省の 会計年度任用職員制度導入に向けた事務所ルマニュアルによれば2020年4月1日の法施行に向け2019年度から募集を開始する場合関連する条例については遅くとも2019年2月議会において成立する必要がありすでに自治体における取り組みに残された時間は限られているのが現状です本市における臨時非常勤等職員の実態や 会計年度任用職員制度への移行見込み検討状況を明らかにするため次の質問をさせていただきますまず一点は、えー、会計年度任用職員制度の導入に向けて総務省は本年3月会計年度任用職員制度の準備状況等に関する調査を発出していますが藍津若松市で働く臨時非常勤職員が任期や勤務時間の長短にかかわらず 現在何人いるのかを把握できているのか、またその業務内容などについて現状、現状把握や精査はできているのか、現在の状況をお示しください。2点目が、総務省が会計年度任用職員制度等への移行を見込み、給与等の実態および見直しの方向性、 休暇、育児休業制度等の現状および適正化に向けた検討状況についても回答を求めていますが、現段階における検討状況を示してください。そして3点目は、会計年度任用職員制度の導入の際、どの職を特別職非常勤職員として残すのか、あるいは会計年度任用職員へと移行するのかなど、具体的な任用のルールはどのようにしようとしているのか、考えを示してください。 次に制度導入にあたっての財源措置について伺います。これまで臨時非常勤職員の配置は現場の実情に沿うように各部局の判断を重視しその財源については事業費や事務費から措置してきました。会計年度任用職員制度導入にあたってこれまでのように各部局の判断を重視した配置と財源措置とするのか考えを示してください。2点目は 臨時非常勤職員の適正な任用勤務条件の確保を目的とした地方自治法、地方公務員法改正の趣旨を踏まえ、地方財政計画に必要な財源を盛り込むよう、市長会等を通じて国、国に求めるべきと考えますが、市の見解を示してください。次に、共同による新たな地域づくりの推進について伺います。本市のみならず、全国の様々な地域において、 人口減少、高齢化が進行し、生活サービスが低下する一方、住み慣れた地域で暮らし続けたいという住民の思いから、地域を守り、暮らし続けるために、地域の課題解決に向けて、自分たちでできることは行政ではなく、自分たちでやるという当事者意識のもと、活動を実践する組織、以下、地域運営組織と言わせていただきますが、これを作り、 地域に根ざした様々な活動を行うという取り組みが各地で現れており、本市も例外ではなく複数の団体による先進的な取り組みが行われています。一昨年12月、地域の課題解決を目指す地域運営組織に関する有識者会議においては、町、人、仕事、創生本部、事務局を中心に地域運営組織の立ち上げ、 組織の法人化、活動の円滑化に必要な制度の構築や予算措置の充実を図ることが必要であり、また地方自治体においては市町村間や中間支援組織との共同等により地域運営組織の育成を図ることが重要であるとの最終報告がなされました。政府はこれを受け、地域の課題解決を目指す地域運営組織の法人化、 の進進めめ方と実例をを昨年度公表し取り組みを進めています、まあ、このような全国の情勢を受け、本市における地域課題解決の取り組みや十分なのか、検証すればまだまだ不十分な点が多いとの思いから質問をさせていただきます。まずは、自治会の再編と拠点づくりについてであります。1点目は、人口減少、高齢化の急速な進展と、 商店の撤退などによる生活サービスの低下など、将来的な集落の維持が危ぶまれる一方、その集落で暮らし続けたいという強い市民要望がある実態からも、地域課題解決に向けた取り組みを持続的に実践する組織の立ち上げによる集落生活圏の維持が急務と考えますが、市の見解を示してください。次に、各地域においては、組織や 取り組みを担う人材を育成・確保していくことが困難な状況に直面しており、自治会や町内会といった従来の遅延組織のみでは、住民の自立力の発揮に限界があると考えます。全国的には、より広域的な協議会型の遅延による住民運営組織の結成が進んでおり、地域の将来展望は、 地域住民が決定すべきものであることを前提とし、自治会、町内会と地域運営組織の並立や集約化など、地域活性化のため、自治会の再編に、情報提供や再編にかかる課題解決の先進実例紹介などを柱として、市が積極的に関与すべきと考えますが、市の見解を示してください。3点目は、共同のまちづくりを進めるにあたり、各地区住民の参加と共同を 実行あるものにしようとする場合、住民組織の制度化と活動拠点の設置が必須と考えます。本市には各地区市民センター、公民館やコミュニティセンターなどが設置されており、活動の拠点としてふさわしいところでありますが、施設管理者である市民部、教育委員会においては、地域課題解決に向けた地域住民の活動拠点としての施設活用について、 どのような現状認識と将来展望を持っているのか認識をお聞かせください。次に地域活動組織の法人格の取得について伺います。市は地域住民の福祉増進及び区長事務の円滑化のため町内会に対し交付金を交付しています。今後も町内会活動の活性化や地域運営組織活動の充実のため市の財政支援は必要不可欠なものであることから 私費、支出のさらなる透明性の確保を進め、法人格の取得が進行しやすい環境づくりによる地域活動支援を行うべきと考えますが、見解をお示しください。二点目が、町内会や地域運営組織が地域のニーズに応え、経済活動を含む地域の共同事業を発展させようとする場、様々な契約関係が発生します。法人化権がなければ、事業の失敗や事故等について、 代表者の個人責任が問われ大きななリスクを負うこととなります地域活動の進化とさらなる活性化を目指すにあたり認可・遅延団体を含めた多様な法人制度のさらなる普及・啓発を図るべきと考えますが市の見解をお伺いし壇上から私の質問を終わらさせていただきます。 ここであらかじめ時間の延長をいたします。高梨宏議員のご質問にお答えをいたします。はじめに会計年度任用職員制度についてであります。平成30年4月時点において 地方公務員法第3条、第3項、第3号に基づいて任用している特別職の非常勤職員のうち、常勤的に庁舎等で勤務する職員は85名であります。このほか、少年センター補導員や交通教育専門員などの勤務日数や勤務時間がごく限られており、主にそれぞれの地域等で活躍していただいている方が358名おります。 また、地方公務員法第22条に基づいて任用している臨時職員は131名であります。これら臨時非常勤職員を任用している所属に対し、総務部において今年度の4月から5月にかけて、全庁的なヒアリング調査を実施し、人数や業務内容、勤務条件等の詳細について精査を行ってきたところであります。 次に、現在の検討状況についてであります。会計年度、任用職員に係る任用や勤務条件等の制度設計については、ヒアリング等を通じて把握した実態を踏まえ、法改正の趣旨や国が示している事務処理マニュアルに沿って検討を進めているところであります。今後は、改正法の施行期日である平成32年4月1日に向けて、 関係条例の改正やシステム改修にかかる予算,措置と予算措置等を平成31年2月の市議会定例会に提案できるよう検討を進めてまいりたいと考えております。また会計年度任用職員制度への移行に合わせ特別職の非常勤職員や臨時的任用職員の任用の厳格化についても 併せてて検討を進めままいります次に、財源措置についてでありますが、会計年度任用職員の具体的な配置の方法や、必要な予算の計上方法についても、この制度設計の中で、合わせて検討してまいります。また、会計年度任用職員制度の導入に伴い、本市においても、新たな予算の確保が必要になると認識しており、お正しの国に対する要望につきましても、 県内他市とも連携しながら検討してまいりたいと考えておりますなおその他のご質問については主管者よりお答えを申し上げます企画政策部長はい、えー、お答えいたします地域運営組織の立ち上げについてであります中山間地域や農村地域では人口減少や少子高齢化が都市部と比べて進展し 地域コミュニティの維持が困難になりつつある中、高齢者の見守りや買い物困難者の支援など、隣近所や町内会などでは対応困難な地域課題が生じております。こうした地域課題に対応していくため、小学校区など地域の一体感を感じられる県域において、住民の方々が主体的、継続的に地域の暮らしを支えることのできる組織づくりは、 生活支援サービスの需要の増加からも大切な役割を担う取り組みであると認識しておりますまたこうした取り組みの実践例としては北藍津川東の両地域における地域づくり委員会や港地区地域活性化協議会の活動門田地区および東山地区における公民館を拠点とした活動がいわゆる 地域運営組織ととしててのの活動に近いものと考えておりますこうした地域の実践活動をセミナーや報告会などを開催し広く紹介することにより他地域においても参画と共同による地域課題の解決に向けた組織づくりが進められていくようにモデル実証への支援または地域活動への職員の参画などを通して支援してまいります。 次に地域活性化のための市の関与についてであります。自治基本条例においては、議会及び市長等は、市民がまちづくりに参画する意識の行為を及び参画する機会の創出に努めるものとするとされ、市民のまちづくりへの参画を促すため、各種制度等の内容や参加手法を分かりやすく周知することなどにより、まちづくりへの 三角意識の高めるこうした観点からこれまで全国の小規模多機能自治組織に関する先進事例の紹介や先進地調査への協力はもとより北会津川東地域の地域づくり委員会や港地区地域活性化協議会などの取り組みを発表する地域づくり 活動報告会の開催支援、さらには地域公共交通フォーラムの開催による神奈川町田園町のコミュニティバスの取り組み発表など、地域の方々が地域づくりや地域運営に際して参考となる機会を設けてきたところであり、今後も引き続き地域課題解決に向けて支援してまいります。市民部長 お答えいたします地域課題解決に向けた地域住民の活動拠点としての施設活用についてでありますコミュニティセンターは市民の皆様の相互の交流や自治意識の向上を図り明るく住みよいまちづくりを進めるために設置された施設であり各地区のコミュニティセンター管理運営委員会やコミュニティづくり協議会を指定管理者として指定し地域コミュニティ活動の拠点として利用いただいております それぞれの運営組織は、地域のニーズや課題等を把握している地域住民の方々で構成されている団体であり、地域の皆様の意見が反映され、連携していくことで、地域課題の解決に向けた取り組みや活用が図られるものと考えております教育部長。お答えいたします。 地域住民のの活動拠点としての地区公民館の活用についてであります地区公民館は地域住民の身近な障害学習や交流の拠点施設として、学習機会や会場の提供、サークル活動への支援、時事組織や各種団体との連携などを図るとともに、地域住民が主体的に地域活動、地域課題に取り組んでいくための環境づくりを進めているところであり、 地域にとって必要不可欠な施設であるものと認識しております。さらに、地区公民館は地域の特性を生かした地区住民との共同や地域づくりなどの取り組みの拠点施設としての役割も求められており、公民館での学びを通して、さまざまな地域の課題について活発に意見し合い、解決に向けて取り組むための仕組みづくりが、仕組みづくりを構築できるよう、 公民館と地区住民相互の役割を考えながらより良い管理運営体制を検討していく必要があるものと認識しております市民部長お答えいたします支市費支出の透明性確保による法人格取得の環境づくりについてであります 市から町内会等への補助金や交付金の支出につきましては、公正かつ効率的に使用されるよう努めているものであり、今後も透明性の確保や目的に沿った有効活用、さらには可能な限り実態把握に努め、必要に応じて適切な指導助言を行ってまいりたいと考えております。次に、多様な法人制度のさらなる普及・啓発についてであります。地域で発生する様々な課題に対し、 地域住民の方々が自ら立ち上がり、解決のために取り組む地域運営組織が全国各地で設立されております。町内会やそうした組織の法人格取得につきましては、地域づくりの継続性を高めることや、信頼性、透明性の確保など、地域の自立性を確保する仕組みとして有効な手段であると認識しております。本市におきましては、まずは不動産等を団体名義で所有することができ、 安定した資産管理が可能となる認可遅延団体の設立について情報提供を含め支援してまいりますまた地域住民が必要とする事業を主体的に展開し地域を持続的に運営していくための多様な法人制度等につきましても関係所管等と連携しながらその啓発に努めてまいります以上でございます 再質問いたします,1件だけすみません、えー、会計年度入院職員制度について、確認の意味で質問させていただきます。三、えー、条3項三号職員が、非常にこの藍沢坂市の業務になっていく上では、大きなウェイトを占めているというのは、これは実態だと思います。まあ、その人たちが、まあ、大多数が労働者性的な業務になっているがために、会計年度任用職員に移行していくとは思うんですが、 毎年のように契約を更新しながら何年も勤めているという方たちがほとんどだと思うんですが、今度、制度が変わるにあたっては、そういった人たちへの雇用契約がこういうふうに変わりますよ、あなたたちの任用条件がこういうふうに変わりますよというような、なんていうんですか、事前の、もうそれで首を切ってしまう形には多分できないと思うんですが、どのような形でそういった会計年度任用職員制度への移行について、現在いる。 任用されている三条三個三号あるいは二十二条の職員の方たちに通知をしていくのかという考えをお持ちなのかその点について意見を伺いしたいと思います総務長会計年度任用職員制度の移行についての再度のお正しでございます先ほどあの市長からの本答弁でも申し上げましたとおり制度の運用に当たっての関係条例の改正とか 予算の、システム改修に予算の措置等を来年の2月定例会のほうに提案させていただきたいと、そのに向けて検討を進めていきたいと申し上げましたそ、その後、2月議会で可決された後、31年の4月以降になりますけれども、そういった中で時期をとら捉えながら、周知等を図って、その後の採用等のお知らせ等も含めて、実施していきたいという考えでおります以上でございます。 高ありりがとうございいいままししたそれでは町づくりについて、えー、お伺いします、あのー、私が質問する前に同僚議員が、まちづくりや地区の拠点というような形で、えー、質問して、当局の答弁もいただいておりますので、重複しないようにして、えー、質問したいと思うんですが、ただ、あのー、私も先ほど市民部長が、私の質問でなくて前、前前の方の答弁の中で、 あのコミュニティセンターや地区の公民館、まあ、市民センター公民館についてはまあ拠点としても必要なんだけども、本当に拠点として、例えば各地区の集会所や空き家対策等によっても、その拠点というのはできていくんではないか、まさに私もそうだと思います、ただ、そうは言っても、9つある小見線、そしてまあ小学校単位、旧市内にはないんですけども、 にある市民センター、地区公民館はやっぱり一つの拠点にならざるを得ない状況ではないかというふうに思います、必ずそこが拠点である、これはベストだと思いません、ベターだとは思うんですが、それよりも各学区にある地区公民館よりももう少し小さな単位での 拠点というのは私は作っていくべこれは私の持論ですけれども、ただその中で、地区公民館、市民センター、地区公民館です、市民センターと公民館が別のところは別として、一緒になっている市民センター、地区公民館、このあり方が、やはり各地区ではやっぱり拠点なんですよ、その公共施設が、拠点なんです。その観点から今後もやはり各種証明書等をを交付ししてていく市民センターとして維持機能を してていいいかかかなななくてはいけないののどうなのか地域づくりの拠点として関連性はどのように考えるのか、この部分については市民のお考えをお伺いしたいし、逆に教育委員会としては、障害学習を展開していく中で、可視化の業務も含めて今、市民生帯地区公民館というのは機能しているわけなんですが、ここに地域の方々と,とともに地域をつくっていく、地域運営組織の方々も含めて活用しやすい地区公民館としていくことが、 現在の法律上も可能なのかどうなのか、そして今後の検討課題はあとして持てるのかどうなのか、このそれぞれの部に部と委員会に、えー、今の件についてお答えいただければなというふうに思います。部長 再度のご質問にお答えさせていただきたいと思います。あの市民センターと地区の公民館、あの併設されているところがほとんどということでありますけれども、あの市民センターにつきましては、えーまあ、私ども市民部にある市民課、それから財務部の税務課、あと健康福祉部の各部門、こういったところのですね、いわゆる窓口業務、こういったものを数多く所管していただいておりまして、 でさらにはそのほかの部局においても届け出等の業務、これをですねそれぞれのセンターで担っていただく、えー、まあいわば市役所の,その出先機関として、それぞれの地域で必要なその役割を担っているということでございます、そういう意味からいたしますと、あの先ほど地域の拠点という、まあ、議員はこういうおっしゃり方をしておりましたけれども、 まさにあの公民館業務と一緒にです、ね、その地域の顔の見える関係ということで、それぞれ担当している職員が、その地域のためのさまざまな仕事を担っている、地域の活性化に貢献している、そういう施設であるというふうに認識しているところでございます。教育部長、えー、お答えいいたししまます、えー、いわゆる公民館の在り方につきましてはあ 教育委員会といたしましては、町内において行政機構の点検において重要なテーマとしておりまして、また、公共施設マネジメントからの,の観点からも、施設の在り方を含めて検討しているところでございます。で現在、えー、住民の方々にとってより良い管理運営体制を検討する中で,です、ねえー、事業懇談会やらあ利用団体、地区住民の方々から幅広くご意見をいただいておりまして、 そうした中からです、ね、東公民館の地域づくり教室や、東カフェ、港公民館のよろず港や、今年度からは南公民館でよろずお楽しみ会などの講座を活発に開催しているところでございます。こうした地域の実情を踏まえながらです、ね、公共施設の果たす役割の範囲の中で、地区公民館を地区住民の方々の意向に沿って、 幅広く活用していくことは大事だと考えておりまして、例えば利用時間の延長でありましたり、館内での酒類を含む飲食など、こういった希望があれば、これは利活用の面からまずは検討していきたいと考えているところでございますみません、公民館の利用として。えー 一件だけもう一回お伺いしますあの先進事例の中でやっぱり一番ネックになってくるのが各うん小規模多機能自治体を目指すにあたって地域運営組織がやっぱりどうしても営利活動をやっていかないとその組織自体が成り立たないという形の中で公民館の中では営業講演ができないというのがやっぱりネックになっているというのがいろんな自治体において。 聞かれたことです、まあ、それを解決したところが先進自治体として現在はあるわけなんですが、ただ現状においての先進ですので、それが100%いいとは言い切れるかどうか、それは後にならないと分からないわけなんですが、ただ、先ほど法人格の取得にもありましたように、あの公民館でやるからには、基本的にはやっぱり飲酒がだめ、営業行為はだめというのが今までだったと思うんです。そのの中で新たたたたに地域の方たちが主体となってたまたま 地区の公民館という可視感を活用した中で、自分たちの事務局を置きながら、そこで地域のいろんな福祉関係、防災関係、子育て関係も含めて、地域の課題を解決する団体が入れる場所となる,得るのかどうなのか、公民館として、その部分についての展望はどうなんでしょうか、お伺いします教育部長。 サイドのおただしでございますが、まあ、やはり議員おただしのように、公民館の利活用は、活用されている団体、多岐にわたっていると思います、今、例示挙げられたところでございますが、そういった団体がです、ね、事業懇談会やら、意見を聞く中で、活動にです、ね、公民館の利用が、控除・了解のところの部分はありますけれども、 利用の中で、公共施設の範囲の中で可能な部分については、ケースバイケースで,で、地区の住民の意向を十分聞き取って、活用、利活用をしていただきたい、そのように考えております。 なかなかやっぱり現在の公民館の中では、地域活動組織が実態を持ちながら運営していくというのは、やっぱりまだちょっとハードル、障害が高いなという状況だと改めて認識させていただきました。ただ、先ほどあの市民部長も言ってましたように、公民館だけは必ずしも拠点ではありませんので、地区の集会所や空き店舗や活用するのも NPO 法人等を設置しながらやっていくのも拠点づくりだと思います、地域づくりだと思います。そういった観点から 会津若松市が、最後の質問なんですが、あの今、今年度、まちづくりで進めているのは、モデル地区が数か所という形になっています。まあ、会津若松市には500ちょいの町内会あるわけですが、町内会の数とまでは言いませんけれども、学区もかなりあります、小学校単位もあります。やはり、今、モデル事業として、今年度は4か所ですか、進めていますが、もう少し早いスピードでモデル地区、 がいいいんだだかかどううもも含めてもう少し早いスピードでこの地域づくりの組織の立ち上げというか、そういったことを支援できる、各地区に支援できる体制というか、そういう方針というか、そういうものが必要ではないか、そうでないとあっという間に2030年、2040年を迎えてしまうんではないかなと考えるんですが、そのスピード感について、現在、4地区のモデル地区だったと思いますが、その、もう少し、 えー、地域の,その活性化のために、市民との共同によるち力を借りていく、その部分についてのスピードについては、今後進めていくのかどうなるか、すみません、質問にならないかもしれませんが、現在は4団体ですが、もう少し速いスピードで進めるべきだと私は思うんですが、市の見解をお伺いして、質問を終わりたいいと思います企画政策部長。 はいえー、なかなかそのスピード感というのは大きな問題だろうと思っております、まあ、そのために今までこういった取り組みがありましてあの先ほども申し上げましたようにあの成功事例だけではありませんけれども各地域づくり団体の方々の活動報告会があったりとかまたはあの先進事例で行っております小規模多機能自治運営を担っているあの東和町の方であろうとか 川島川あ山形県であろうとかっていうところの方に視察行ったりとかして、それの意識付けをしていただいているところであるということでございます。まあそういった意味で、先ほども私の方から申し上げましたように、地域活動に。 職員の参画というのは惜しみなくまいりますので、そういった意味では各地域の方々からそういう問い合わせ、または議会の皆さん方も地区の懇談会をされているということもありますので、そういったようなお話もさせていただければありがたいなというふうに思っているところでございます。